はい、いろんな人の動画を見てると言っとくことが違うので見るのは絞ってます。私のことはユーモアもあるのですけど、ありがとうありがとう。 YouTube で無料で見てる人として自分に合うものだけ吸収したら良いと思っています。翔輝くんですの考え方で合ってるんだけど間違ってることが一点だけあって、ほとんどの YouTube の動画ってやっぱ宣伝じゃないですか。僕ももちろんそうだし。じゃあどんな宣伝なのかっていうと、みんなに賢くなってもらいたいなっていうのが僕の一つ。どう賢くなったらいいかっていうと、自分に合うというよりは原則は何かを考えて、自分に合うって考える、自分に合ったものって一番危険なんですよ実は。なぜかって言ったら、昨日の自分と今の自分違うじゃん。3年前の自分と今の自分違うし、多分10年後の自分って違うし、今の自分ってでも5秒後には多分もう違う人間なんだよ。だって脳みそってさ、電気信号だからさ、結局。まあまず一番大切なのとしては、原則絶対に自分以外でも当てはまるものは何かって見つけていくのがボイストレーニングにとっては最も大切です。みんなね、自分に合ったボイトレってなんだろうって考えるじゃん。これがね、難民になってしまう原因で、自分に合ったボイトレなんてものはないんですよ。なぜかっていうと、ほとんどのものってのは、僕が例えば教えているものだって、僕が壊してから治るまでの経験を検証したわけで。自分で言うのもなんだけど、僕の上手くなり方ですよ。で、僕の上手くなり方は、科学的なアプローチが一番良かったです。皆さんよかったら悩んでる人は使ってみてくださいっていうのが科学的ボイストレーニングの原則なんですよ。どれが悪いとかではないので基本的に。だって頭のてっぺんが声出してっていうのって、なんでその先生がそう教えてるかっていうと、その方法で上手くなる人がいるからですよ。簡単に言うとね。なんですけど、ただそれで出ない人がいるから、それはそういう人はぜひ他のアプローチをやった方がよくて、じゃあ頭のてっぺんっていうのと、でなんで上手くなるのっていう原則を見つけるといいですね。